どうも、てっぺいです。さあ、今回はですね、2022年から23年最新版冬の沖縄観光情報をお届けしていきたいと思います。今ね、全国旅行支援などの影響もあって、沖縄旅行の需要がかなり高まってきています。何よりね、この時期でしかできない沖縄の魅力や遊び方などたくさんあるので、今回はそのあたりもお伝えしていきたいと思います。寒くなってきた今だからこそ、あったかい沖縄に行きたいという皆様のために旅行に役立つ情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の内容はこちら。冬の沖縄の気温から天気の傾向、服装や持ち物、ビーチ情報やアクティビティ、この時期のイベント情報などいろいろ盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。今回も旅行体験予約サイトクルックさんの提供で動画を制作しており、前回に引き続き沖リップの視聴者様限定のクーポンも発行しております。その他にも初めてクルックを利用される方用のクーポンもございますので、概要欄の方にリンクを貼ってあるので、よかったらぜひ見てください。さらに沖縄のアクティビティが最大40% オフになるクーポンもございますので、そちらはね、このアクティビティのところでご紹介いたします。ぜひご覧ください。さあ、それでは最初に沖縄の冬の気温や天気の傾向、服装などについてお伝えしていきたいと思います。まずは気温から。この時期はさすがの沖縄もちょっと寒くて、数字だけで見るとだいたい東京の10月と同じぐらいの平均気温となっております。これだけを見ると2月でも最高気温19度とかめっちゃあったかいじゃんと思うと思うんですけど、沖縄の冬は海からの季節風が強いので、曇りや雨の日なんかは体感温度的には結構寒いです。なので、東京の10月と同じぐらいの気温でも風が通る服装とかだと結構寒く感じると思うので、アウターとかにはね、暴風素材とかが使われているものがいいんじゃないかなと思います。ただその一方で、風が穏やかな晴れた日は気温が23度とか上がって、半袖でもね、快適に過ごせる日もあります。こんな感じでこの時期の沖縄は天気とか風速によってかなり体感温度が変わるので、旅行中はね、どんな気温でも対応できるように、半袖とかの服装の上から風をしのげるようなジャケットを羽織るのがいいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。次に日照率がこちら。これは日の出から日の入りまでの間に太陽が雲に隠れてない時間の割合なんですけど、この時期はだいたい梅雨時期と変わらないぐらいの数字となっております。沖縄では先ほど言った季節風が北の海から吹いてくるんですけど、その時の空気が湿っているので曇りとか雨になりやすいとのことです。なので晴れの日はね、若干少ない時期ではあるんですけど、雨の日や曇りの日でもできるおすすめのアクティビティとか遊び方を後でご紹介するので、そちらもぜひ参考にしてください。ちなみに台風のイメージがある沖縄なんですけど、冬のこの時期は台風ほとんど上陸することはないので、この辺りはね、心配しなくてもいいんじゃないかなと思います。沖縄に来る方はビーチを目的に来る方も多いと思うんですけど、冬のビーチはね、ちょっと注意点もあるので、そのあたりもご紹介していきたいと思います。まずはそもそも冬の沖縄って海に入れるのって結構よく聞かれるんですけど、結論から言うと、正直水着で泳ぐのは結構厳しいかなと思います。この時期の沖縄の海の水温はだいたい22度ぐらいなので、頑張れば水着で入れなくはないんですけど、さっきも言ったように季節風が結構強くビューッと吹くのでめっちゃ寒いんで、基本的に沖縄のビーチは10月いっぱいで営業終了、遊泳もできませんっていうところは割と多いんですね。ただそうは言っても本州と比べれば全然水温は高い方なので、ウエットスーツさえ着てしまえば全然寒くないんですね。なので冬に来て潜りたいな、泳ぎたいなっていう方は、ダイビングとかシュノーケリングとかだとウエットスーツ基本的にはプランの中で貸してくれるので、そういうツアーにね、参加するのがいいんじゃないかなと思います。そんな冬の沖縄のビーチ事情なんですけど、それでもビーチには行きたいなっていう方もいらっしゃると思うので、今回は1年通して泳げるビーチと、泳いだりはできないんだけどバーベキューとかで利用できるビーチをピックアップしましたので、そちらをご紹介していきます。まずは1年中営業していてこの時期でも泳げるリゾートホテルのビーチをご紹介。これらは全てホテルの目の前のビーチなので、設備もしっかり整っていておすすめです。ただリゾートホテルのビーチは一般的に施設利用料や駐車料金が公共のビーチよりも少しお高めなので、ご注意ください。宿泊すれば無料になる部分もあるので、行きたいビーチがこの中にあるならそのホテルに宿泊するのもご検討ください。それから泳ぐことはできないもののバーベキューなどで利用できるビーチがこちら。せっかく沖縄に来たらビーチで楽しみたいという方はバーベキューという選択肢もございます。これらのビーチは浜辺を散策することも可能なので、参考になれば幸いです。
それでは次にこの時期おすすめの沖縄アクティビティをご紹介いたします。この時期はね、曇りが多い時期ですが、それでも楽しめるアクティビティやこの時期だけのお得な情報を集めましたので、冬の沖縄アクティビティを楽しんでいただければと思います。まず最初にご紹介するのはホエールウォッチング。こちらはね、まさに冬にしかできないので、この時期沖縄に来たら一度は体験していただきたいアクティビティでございます。毎年12月の末頃になると、ケラマとか沖縄で生まれたザトウクジラが北の方からやってきます。沖リップでも動画にしていますが、目の前で見るクジラめちゃくちゃ圧巻なので、まだね体験したことない方はぜひ一度チャレンジしてみてください。ホエールウォッチングのプランはクルックでもいくつかあるんですけど、その中からね2つピックアップしてご紹介いたします。こちらの商品はホエールウォッチングのみ楽しみたいという方におすすめです。那覇か北谷のどちらかから船が出るので、宿泊場所やスケジュールに合わせてお選びいただければと思います。クルックの特典でミニ双眼鏡もついてくるので、興味がある方はぜひ詳細ご覧ください。もう一つはホエールウォッチングに渡嘉敷島の短時間上陸がついているプランがございます。渡嘉敷島って高速船だと行くだけで往復5000円近くかかるのに、こちらはホエールウォッチングもできて4600円という完全にバグってる価格設定となっております。渡嘉敷島のアハレンビーチで90分過ごしても13時解散なので、忙しい旅行スケジュールの方にもおすすめでございます。渡嘉敷島行きの代わりにパラセーリングが体験できるプランもございますので、詳細は QR コードか概要欄のリンクからご覧ください。次にご紹介するのが沖縄の人気の施設のチケットや定番アクティビティなど12種類のプランを自由に組み合わせることができるクルックパス。こちらは初めて沖縄に来たら体験してほしい美ら海水族館や青の洞窟のダイビングなど、パスを購入すると最大33% お得に体験ができる商品となっております。パスにはアトラクションパスとスーパーセーバーという2種類ございますが、違いはこの後紹介する12種類の中から全て選べるか、その中の8種類から選べるかという違いになっております。そして選べるラインナップはこちら。この中に行きたいところが2つ以上含まれているなら、このクルックパスでの購入がお得になるので、いろいろ見ながらね、ぜひご検討いただければと思います。ちなみにパスは30日間有効で、購入後にそれぞれのアクティビティを予約する形となっております。この中のほとんどがね、曇り空でも関係なく楽しめると思うので、ガイドブックとか照らし合わせながら行きたいところを決めてみてはいかがでしょうか。最後にご紹介するのが全国旅行支援の割引が使えるアクティビティのご紹介です。今沖縄では沖縄再発見ネクストっていう旅行支援があるんですけど、クルックでもいくつかの対象アクティビティが 40% オフ、なんと最大5000円割引になります。例えば僕らが動画にもした渡嘉敷島のツアーなんかだと、高速船の往復プラスアハレンビーチ、海水浴、ウミガメ探し、シュノーケリングなどのフルコースがもともと 14,800 円なんですけど、これが 9,800 円になったりします。これね、めちゃくちゃ安いので、渡嘉敷島に行く予定がある方はぜひこれを利用していただければと思います。その他現時点で利用可能なアクティビティはこちら。美ら海水族館のバスツアーや石垣島、竹富島など八重山諸島の方でも利用できるプランがあったり、今後もさらに追加予定があるそうなので、ぜひね、詳細を概要欄から覗いてみてください。それでは最後に冬のおすすめのイルミネーションやイベント情報などをお届けいたします。去年一昨年はね、感染症対策の影響でイベントとかはね、大体もう自粛だったんですけど、今年はね、ちょっといろいろ復活して楽しい冬の沖縄が過ごせそうな予感があります。とりあえず今回はね、イルミネーションの情報を軸にして、年末年始イベントをやっているホテルをちょっとね、探せるだけピックアップしましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。まず最初のイルミネーションおすすめスポットは美浜アメリカンビレッジ。こちらね、もう言わずと知れた沖縄の有名観光地で、実はね、一年中イルミネーションは点灯しているんですけれども、この時期はね、クリスマスバージョンでちょっとね、豪華な感じの装飾になるので、沖縄に来たらね、絶対に訪れてほしいエリアの一つとなっております。何よりこのアメリカンビレッジのエリアは無料の駐車場だけでも2000台以上止められて、しかもイルミネーション輝く街中を無料で散策することができるので、イルミネーションスポットとしては無料で楽しめる数少ないスポットかなと思います。カフェやレストランも充実してて、カップルでもファミリーでも楽しめるので、こちらね、ぜひ旅行のプランに入れていただければと思います。次にご紹介するのが東南植物楽園。こちらは去年のイルミネーションアワードで全国3位に選ばれた沖縄県内最大のイルミネーションスポットとなっております。結構ね、広い敷地なんですけど、ヤシの木のライトアップとかね、結構沖縄ならではのイルミネーションとかライトアップが見れるので、ぜひ一度ね、
訪れていただければと思います。クルックでクーポンを利用して予約すると公式よりもお得にチケットを購入することができます。概要欄にもリンクを貼っているので詳細はそちらからご覧ください。最後にご紹介するのがカヌチャリゾートのスターダストファンタジア。去年一昨年はね、感染症対策で宿泊者以外は入れなかったんですけど、今年からね、宿泊者以外もイルミネーションのチケットを購入で敷地の中に入ることができるようになりました。12月の24、25のクリスマスとカウントダウンがある31日は宿泊者限定となっておりますのでご注意ください。こちらもね、クルックからホテル予約が可能なので概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみにこのカヌチャリゾートを含め現時点でカウントダウンのイベントの開催を公式ホームページに載せているホテルがこちら。結構ネットで検索すると大体ホテルのカウントダウンイベントが多いんですけど、大体宿泊者限定のイベントとなっておりますので、沖縄でね、年越しをしようかなと思っている方はこういうホテルをね、選ぶのもいいんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。沖縄といえばね、結構夏のイメージを持ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、ご紹介した通り冬でもね、沖縄楽しいことたくさんあります。まだね、冬に沖縄来たことないという方も今年の冬はぜひ沖縄旅行来てみてはいかがでしょうか。今回の動画が参考になった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからも沖縄の情報をいろいろお届けしていきますので、また次回もぜひ見てください。それではバイバーイ。